テンガテンガテンゲスト。さあ今週はスペシャルゲストが来ています。バイク川崎バイクです。お、レッツゴー。いや、お待たせしました皆さんね、バイク川崎バイク略してね BKB ですよ皆さん。お手を拝借、せーの、 BKB、 みんな一緒に BKB、 リスナー BKB、 小林さんも BKB、 BKB、 ストップ BKB、 ひー、おまた、ああ今日もね、あの深夜っていうことなんでね、暴走しちゃいましょうか。バイク投げにブンブン、レッツゴー。いやー、喋りにくいわ。喋りにくいわ。夜中なんでやっぱりテンション上げ上げで暴走しちゃいました。すいません。はい、BKB ことバイク川崎バイクです。はい。そのやっぱあれですね、その僕同期なんですけど、あ、 同期、はい、同期やからもうちょっと優しく、いや、あれやけどな、そのやっぱりその、うん、テレビとか映像で見たらまだちょっと、うん、見れると言いますかあれですけど、うん、そのやっぱりラジオで音だけで聞きますと聞くに耐えないですね、うん、そんなことないよ別にそっち次第やんか、その耐えるか耐えへんか、それはもう、うん、受け取り方次第、受け取り方次第やと思いますけどね、うん、バイクさんはもろに見た目の芸人ですからね、もろに見て誰が言ってるんですか誰が言ってきてんねん見た目の芸人って見た目では上やと思ってるかして、うんうん、何言ってんすかって言うてた見た目が格上すぎて敬語なって思ってた芸歴は下やのに、芸歴後輩やのに、お前バイクさんって呼ばれてんの？僕バイクさんか、はい、BKB さんか、 BKB さん、はい、うん、ですね。ケンコバさんは、うん、ケンコバさんとはでもちょこちょこお仕事させてもらってるんですけど、うん、がっつり絡むというよりはなかなか、うん、今日が一番のがっつりになるかもしれないですね。いや俺でもその実は前からちょこちょこ絡んだ時から、はい、ずっと思ってて言ってなかったことなんすか気になります。でもこの場でこういうこと言ったらこいつあれかなとか思ったりして、あ、でもあんまりちょっとメンタルも彼弱いんで、あ、メンタル弱い、一応そのそうですね、うん、ちょっとだけ気を使っていただきながら言っていただけたら、うん、なんすか、お前って多分先祖代々、はい、なんかコソ泥やったかけやろ、コソ泥の頭蓋骨してるよ。なんすか、もう一回言ってください。コソ泥の頭蓋骨、コソ泥の頭蓋骨って何なんすか。してるやん、コソ泥の。僕骨いじられた初めてですよ。何言ってるんですか。ヒゲの感じとか、ヒゲとかやったらまだ分かるよ、泥棒ヒゲとかは言われることあるんで、頭蓋骨、頭蓋骨、こいつコソ泥やってやろな、ケチな。ケース五右衛門とかの頭蓋骨知らないでしょ別に。いや知らんねんけど、五右衛門の頭蓋骨は多分高知なかったはず、ね、天下の大泥棒。なるほどね、天下じゃなくてコソ泥の方ね、うんうん、あ、でもよかったです、あの先祖なんで僕ピンとこないんであんまり凹まないですよ、うん、もう本人がダメなだけなの、先祖は分からないんで、うん、もう両親腐されようがどうってことなの極論ね、うん、極論ですよ、自分さえ傷つかなければどうでもいい、いや、まあ言い方あれですけど極論ですよ、うん、はい、うん、そうですね、うん、僕は傷つきたくないです、ぶっちゃけ BKB 出ました、ね、しゃべりにくいこんなに面と向かってしゃべりにくい、あんま言わない、ラジオでね言われる。あのお前のプロフィールにちょっと俺気になんねんけど、はいはいはい、何でも略したら BKB になるネタって今のやつ。そうですね、うん、僕 BKB という芸名なんで、うん、会話の中とか質問を何でも BKB で答えるみたいな芸があったりします。おお、はい、天下は使ったことある？僕天下使って軽く勃起しました、 BKB。軽くかい。そうなんです、無理やりイメージ悪いよ、無理やり剣を入れてね、うん、ほんまは軽くじゃないですけどね、やっぱり、うん、はい、むっちゃが M なんでちょっともう、うん、無理やったっすね、ちょっと、うん、一発目からケンコバさんそれはちょっと、いや何でもできるって書いてる、何でもできるって言ったよ、ビビるでケンコバ BKB。 その思いついたらその会話の流れとか止めてまで言うのやめて、ちょっと喋りにくいわもう3回出てるよ、金川さんの喋りにくいわ、すいませんでした、うん、あんまり喋りにくいわって言われたらこっち聞こえますね、やっぱりそれ初めてです。 そうやろ、あとバイクの引き笑いがめっちゃ長いっすわ、何やねんお前お前何やねんさっきからなんかその感じ、すいません、見た目とかその喋り方誰が言ってるんですよね、だからその T シャツも BKB って書いてるやんか。そうなんです、あのバイク川崎バイク略して BKB なんでね、うん、はい、よかったら差し上げますけど、これで大丈夫や、これ大丈夫ですか、うん、ほんまに大丈夫ですか、ほんまに大丈夫、全然遠慮はいいですよ、マジでいらん、はぁ、ちょっとへこみますよ、BKB 沈められてないな、ほんまに BKB 行きかけて行きかけたんですけど、やっぱりその、うん、天末想像して、はい、あともっと後半に出していこうかと思ってるんですよ、まだね、なるほど、はい、
こんなもんじゃないと。いきなりだってそんな、ま、いきなりやる芸じゃないよ。いきなり時間長いですよ、そんな。そうですね。まだまだそう。今も言うたらまだアイドリングの状態。アイドリングまだエンジンは入れ立てたとこですね。バイクだけ。いや、もうそれもバイクだけに。なんなんお前。なんやねん。もうバイクだけに。バイクだけにブンブンの方が分かりやすいから。BKB やね。そういえばこの間まで俺があの NMB48 と番組やってて。あ、一回ね、はい、行かせていただいて。BKB が来た時に、はい、バイクだけにってなったと、NMB48 のメンバー全員やってたの。ブンブンってみんなやってくれてたでしょ。あれはな、ああいうあの普段のライブでも最近ね、あのちょっと団体芸みたいになりつつあって、ついに。いや、すごいですよ。昔は、うん、そのバイクが出ていって、あのさっきみたいに BKB その手拍子煽るんですけど、もう手拍子煽っても後半ぐらいにお客さん、乗りのお客さんが何人かあの手拍子やってくれるぐらいやったんですけど、もう今すごいですよ。宗教みたいに、もうバイクが出ていって、うん、お手を拝借の BKB の一発目の手拍子からもうほぼ全員バンバンバンってやるんですよ。もう僕が出ていったら来てんねや。来てるんすよ、うん、来てますね。正直来てる。今すごいっすよ。あのバイクだけに言ったらお客さん全員がバンバンってやるんですよ。手上げて、あのバイクさん、この間単独ライブあったんですけど、うん、僕あの劇場のちょっと上の照明室からそれを見させてもらってた、うん、オープニングで、うん、あのバイクだけにブンブンってやった時、お客さんが全員両手こう上に掲げてブンブンってやってる姿、うん、ほんまに怖かった、うん、怖いよな。宗教、宗教。俺ずっと川崎のバイク乗ってんねんか。あ、俺は。あ、そうですよね。結構バイク好きですよね。そう。で、川崎が結構続いてて。はいはいはい。でもやめてくれや。なんでそんなん言うんですか。それはまた関係ないでしょ。川崎さんが決していい顔してるとは思わへんから。そうなんです。僕もあの、本名川崎なんで、あ、そうやね。この名前でやらせてもらってるんですけど、うん、その連想としてね、うん、川崎といえばバイクやなっていうことなんですけど、うん、その、たまに自分で自分の名前検索、ブログでね、検索とかしたりもしちゃうんですけど、うん、そこで、どうやら川崎のそのバイクの関係者の方のブログ見つけて。おーおーおー。で、バイク川崎バイクという芸人をこの間偶然いることに気づいたと。これは社を挙げて応援するべきではないのかと皆さん思いますみたいな書かれてて、あ、これなんか CM とか下手したらなんかあるんかなとか、ね、ええこと起こるかもな。そう、嬉しいや、単純に。単純に嬉しいじゃないですか、名前でこんなあった、うんうん、その次の日に、昨日ネタを見ました、うんうん、応援するのやめた、うん、皆さん大丈夫ですって、うん、彼は川崎を侮辱してますって、ほなもうカチン来て、僕もね、いや侮辱、軽く侮辱、ビキャビキャなわけないじゃないですか。だから本当にまあでも別に僕バカにもしてないですし、侮辱、軽く侮辱ってちょっとおかしくないですね。なんすか、どうしたんすか。そんな日本語ないでしょ、侮辱、軽く侮辱っていう。でもバイク川崎バイクなんで、うん、侮辱、軽く侮辱、うん、その成立はしてるかなとは思うんで、うんうんうん、はい、ずっとちょっと怒ってます、ちょっとちょっとだけ怒ってます。いや、怒ってやん。ほんまですか。怒ってやん、うん、これ面と向かってお話しすれば、ね、ただ、はい、河合が、まあ、同期やねやろ。はい、同期。その同期ならではの難しさというか気持ち悪さみたいなのは、あ、まあ、いろんなことであると思うねんけど、はいはい、俺その NAB の番組でさ、はい、あのバイクだけにベンベンって、まあ、NAB のコラがみんなベンベンってやったら、まあ、ああすごいな、うん、はい、でまあ、楽しい芸やなと思って、はい、こいつを連れてきたタムケンがほんま嬉しそうな顔でブンブンってやったの見て、芸出そうだった。キモッ、何やねんこいつ、キモいな思って。いや、終わったと楽屋で喧嘩したのかな。いや、それはよくないですか。楽しそうな顔してベンベンってやるよって、あいつキモッ思って、芸出るな、クソだ。ちゃいますよ、ちゃいますよ、ちゃいますよ、うん、いや、あの大阪でめっちゃ嫌そうな顔、めっちゃ嫌そうな顔。いや、ほんま俺まで出ろって言いそうになったもん。あれはタムケンさんが僕のために一緒に応援してくれてるっていう、そう、その辺も気持ち悪いなと思って俺。いや、まあそのね、うん、タムケンさんとケイコバさんの関係性もいろいろあるんですよけども、うんうん、僕からしたらやっぱり大阪でお世話になってる兄さんでやっぱありがたいです。やっぱ一緒にやってくれて、同じ釜の飯を食ってきて、同じ苦労して、はいはい、同じ喜びも分かち合った関係だけに、だけにベンベンってなんか楽し、うん、こ、楽しそうにやるよって。いや、楽しい。だって健康さんも一回じゃやってみてくださいよ、それから。絶対にやらない。俺は、はい、お前が国民栄誉賞もらってもやらない。うん、もうよっぽどのアンチですよ。全員に、もう長嶋さんぐらい認められても、もう無理ということで。ああ、そうですか、うん。でもあれですよ、うん。さんまさんもやってるんですよ、今、うん。これ聞いてどうですか。そんなお前、はい、脅迫材料出してくるようなやつが、ああいう芸やってはいけないと思う俺は。やり口がこすいです、うん、コソドロの頭蓋骨、うん、ここやコソドロの頭蓋骨。たるゆえこれ繋がりますか。コソドロのコソドロのたるゆえ脈々と受け継がれてきた DNA がやっぱり
さあこれゲストに来てもらった人、はい、はいはい、妄想キーワードに喋ってもらえるけど、はい、妄想ね、 BKB にもなんか妄想あるんかいと、はい、男子ですからね、言っても、うん、健康な成人男子ですから、うん、そのじゃあ聞かせてもらおうじゃない、まあ、あこんな感じのありがとうございますね、まあこれ月並みですけど、やっぱり街でその本当にベタにですね、なんか困ってる誰かになんか追われてるみたいな人がなんか偶然その BKB のこのちっちゃい BKB のね後ろにこうふわってきて、もう本当困ってるみたいな感じ言ってきて、で僕はその人何なんて言って、でもまあまあええけどちょっと家この辺やから、じゃあ近く、じゃあもうとりあえず連れていくわみたいにかくまって、でもその人がねもうむちゃむちゃやっぱりその売れてるなんかアイドルみたいなやつ、まあこれベタですよ、 そいつがほんまアイドルなんですよ、で僕知らないですよ全然アイドルっていうの、で本当にもう疲れたから、しばらくここでおらせてみたいな、えそうなんてなって、で夜になってもう私ほんま芸能界疲れてんねんみたいな、で夜はその子が言うんですよ僕に、今日はあなたに乗っからしてバイクだけにブンブンレッツゴーレッツゴーですよ僕それ最後なんかちょっとなんかね入ってけへんから最初のなんか言うてることは分かんないけどな僕もね結構ふわふわ喋ってるあれ全然やばいこれ女血に足ついてないことある妄想トークなんやなんやってなってちょっと、うん、はい、うん、すいません初めての妄想、いやまあまあ初めてはそんなもんやろそんなもんすから、うん、すいませんね本当に、もう途中ぐらいからああもう最後はバイクだけにブームいいよねやろなと思ってたし、ほんまに、ほんまにバレた、バレるわ、僕はそのトーク聞く前とかそんなことより、うん、今日朝起きてから、うん、ブンブンってここで言いそうやなと思ってました。もうこのタイミングで、はい、朝起きてから、うん、来てからこのコーナーに来てここで言いよるんやろなってトークに差し掛かるもっと前から俺がゲストって分かってる段階から、うんうん、別にええやん別によくないそれは、まあ、そうですバイクがブンブン言うんやろなって別にええやん、うん、いいですよね、しかしまさか今 BKB が来てるとはね、いやこれようやくやろお前も長いもんな、もうこのキャラだけで7年やってる7年ですね、うん、このキャラだけで、うん、継続は力じゃないですけど、うん、本当にブンブンとか言い出したも2年ぐらい前なんですよ、おうおうおう見つけれてなくて、うん、これなんで来たんやろな、なんで来たんやろな、だってファイ、その僕らの劇場でもずっとやってたんですよ、うん、でそのやってることって言ったら別にそんな変わってないんですよ、特段そんな急激な変化を見せたわけでない、急激な変化はないですね、ただみんながブンブン言うようになってきた、ケンコバさんは僕のことそのコソ泥の頭蓋骨呼ばれされますけど、うんうん、やっぱ旗から見たら僕見た目、うん、まあうん、貧相やしそのちょっとガリガリで、うん、けどグラサンかけてブンブンみたいな虚勢みたいな、うん、なんかどうもね、うん、あ応援してあげなダメやなみたいな風に見えるし、ナイチンゲール症候群に訴えかけるようなそうなんですよ、うん、母性本能母性くすぐるベビーフェイス BKB お知らせがあるお知らせがあるですね、並べてください、新しいですね、かわし方さすがですね、ありがとうございます、うん、お知らせはそうですね、これはちょっとガチの告知みたいになってしまうんですけども、うん、5月14日にですね、え、これオンエアいつでしたっけ、オンエアとかでそんな11です11、あ、じゃあいいけど、うん、14日にですね、藤崎マーケットとね、うん、中有又有という3組で、僕とバイク川崎バイク3組で、うん、ファイブアップ吉本、うん、はい、難波の、うん、そこで笑ってご機嫌ライブというのがね、うん、ありまして、こうみんなで楽しく笑ってご機嫌になるライブやなってなってるらしいんで、え、それこれ告知ってこれ、え、こういうことですよね、お知らせって告知は知らんよ、告知までふわふわしてしまったんです、はい、なんでお前お知らせの意味もわからん状態に来てる、うん、というのがございます、笑ってご機嫌ライブが14日にありますのでね、ネタありコーナーみたいな、ネタありコーナーありありますんでね、もう皆さんでね、うん、もうご機嫌になっ ってみんなでブンブンしに来てくれと、みんなでそれはもうツーリングしようって感じですよ、バイクだけにブンブン、ありがとうございます。ありがとうございます。またまたね。またね。はい、ゆっくりと健康さんとはね。まだゆっくりと、はい。さあそれではゆっくりとねやっていきたいと思いますけど。時間かかるんですよね最初は。だら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 喋ってますけどバイクは。さあこの後バイク川崎バイクさんにはこの後のコーナーにもお付き合いいただきたいと思います。下ネタ浄化計画、このコーナーでは卑猥に聞こえがちな下ネタをクリーンな表現に大変身させましょうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じてオリジナルステッカー付き天下シリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。
バイク川崎バイクさん引き続きよろしくお願いします。ヒュレッツゴー。わかりました、よろしくお願いします。お願いします、ね、楽しみです。ジョーカーワードは朝立ち、はあ、はい、こちらも果たして浄化できるのかということでね、はい、じゃあ行きましょうか。こちらまず埼玉県ぬくい満開の投稿、下ネタ浄化計画。子供が3人いる家庭では子供とのコミュニケーションで1人が右手にぶら下がり、もう1人が左手にぶら下がり、朝立ちしていれば3人目が朝立ちにぶら下がれる。子供は朝立ちが一番の特等席だと取り合うものだと。でもほんまにあの朝立ちが一番硬いかもしれんもんな。そうですね、言いますよねみんな。確かにそうですね、うん、どうなってんねんこれっていう朝あるもんな。うん、そうですね、うん、まあなんか嬉しいですけどね、やっぱりその朝立ちがあると男として。うん、そうですね、はい、うん、バイク川崎バイクもやっぱり朝立ちは、いやそんな日々やってますよそれは。日々、はい、日々やってますよ、うん、朝立ちでしょ。もうケンコバさんに言われてるやん。自分で言うの忘れて。こういうとこあるんですよね。爆睡からのビンビン BKB、 これ朝立ちってことですね。なんかあげましょうか。なんかあげましょうかね。そうですね、本当にあげましょう。本当に本当に。ヒュー、マイクのそれが出たらもう差し上げます。ああそうなんですね、はい、東京都債権者 A の投稿、島ネタ浄化計画。それでは歌っていただきましょう、谷村新司さんでいい日朝立ち。ドストレート、ドストレートなやつが来ました、ね、これはまあ今までも何人も歌ってきた人おるやろうからな。そうですね、うん、俺ほんまにリアルに中学ぐらいの時に、てかもう清水明さんやってたんちゃうかなと思う。どっかではやってたやろな、清水明さん。営業とかではやっとしたらやってたかも分かります、うん、飲みの席とかね、飲みの席ね、うん、僕もちょっとほろ酔いで、ね、いい日朝立ちなんてね、エッグエビ差し上げます、うん、あい僕ブリッジじゃないですよ。僕のキーヤとかはブリッジではないですよ。大丈夫ですか。ジングルではないですよ。はい、富田林市二重五百杯の投稿、下ネタ浄化計画。僕は死にません。朝立ち好きだから言えるから。あなたがもう朝立ち違いすぎるやろ。違いすぎるやん、あなたがと朝立ち。いやこれちょっと朝立ちって言うてまうやん俺。あなたがの言い方です。朝立ち、朝立ち。もう読み手に丸投げの感じしますね。そうですね、確かにちょっと。まあでも朝立ちしてる限り人絶対しないやろからな。あ、確かにね。おそらく亡くなる直前で朝立ちしてないやろからな。そうでしょうね。確かに。そういう意味ではまあ意味の通った投稿なのかもしれませんね。意味は通ってるかもわかりません。まあいいでしょう。まあじゃあエッグサンダー差し上げます。はい。こちら最後になりますかね。はい、愛知県の射精のお供に前立腺支店のスザコカウパー飲み放題の投稿、下ネタ浄化計画。三角形 ABC に隣接する三角形 BCD の角 ADC を求めよう。まず角 BCA から必然的に角 ACD が求められる。肝心な角 CAD が不明であるが、ここで90度朝立ちさせることによって求めることができる。あとはそこから各 ADC がおのずと求められ、答えは60度であることが分かる。これはこう浄化ってどういうことなんですか。まあだからやらしい言葉をなんかクリーンな、クリーンに言葉するってことですよね。さらっと聞こえさせれるか、ね、やっぱ浮いてましたけどね。朝立ちっていうところだけ、うん、際立って際立って、そうですね、際立ってましたね。うで、うん、僕でも今まで聞いた中で一番よかったです。浄化されてた、浄化されてる気がしました。あ、ほんまですか。俺なんかちょっと生真面目やからさ、もうこんなん書いてちょっとほんまかなと思っちゃう。あれ割りかし生真面目だ。ほんまに書く書いてるじゃないですか。平行四辺形みたいな書いてる。台本に図形書いてる。読み上がれてからもうよう分からない。そうなると90度朝立ちはその邪魔やねんこれ。ね、邪魔、俺からしたら浄化どころか邪魔になってくる。分からんかったんやけどここで。ほんまに角度求めるし。90度朝立ちはでもあれですね、もう40代後半ぐらいですね。ん、どういうことですか。やっぱ うん、若い人ほど上、はい、BKB はちなみに何度ほど。僕は大体 30cc ぐらいですね、バイクだけに。ブンブン、ステッカー差し上げます。
以上ですか、ね、はい、もう今スタッフさんも分かってたかして、そのアタックみたいなその SE の音も早かったですね今。ありがとうございます。なるほどね、これまた呼ばれるやつですね、うん、じゃあね、このね、こういうので掴んでいってる、はい、これははい、ね、スイムワーク。では次回ジョーカーワード変更しましょうか。はい、そうですね、はい、ごっくんこれでいきましょう。いいですね、いや言葉自体別にな、これいいと思います、まあ、僕普通にも牛乳でも何でもごっくんはごっくんです、はい、うん、そうか確かにそうです、ストレートじゃない、わかりました、ごっくんでいきましょう、ごっくんで、はい、ということで次回からのジョーカーワードはごっくんです、ごっくんをクリーンな表現に変換させてください。メッセージの受付は fmosaka.net fmosaka.net のリクエストフォームから天ガチャ屋を選んで送ってきてください。じゃあ BKB 最後に何か、はい、ここでもうお別れなんで、え、もうお別れなんですか、うん、早くないですかちょっと。いやもう残念やけどな、まだでも全然喋った方ですよね、うん、今ベップさんなんか一言も喋らせてもらうんですよ。そうやろ、ラストにじゃあメッセージをいいですか、うん、まあ、僕今日さっきから聞かせてもらったんで、うん、まあ、ケンコバさんにはまだまだハマってはないと思うんですけどもね、多少の爪痕、うん、爪痕、いやタイヤ痕は残されちゃうかな思います。バイクだけにブンブン、レッツゴーファイヤー、うん、それでうん、なんで、うん、一旦今日はエンジンを切りたいと思います、うん、バイクだけにブンブン、レッツゴー、うん、ファイヤー、そしてお疲れした、お疲れした、またお願いします、またお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、帰ります、分かる、歩いて帰ります、長いよ。歩いて帰るんかい、ほんで。というわけで今日のスペシャルゲストバイク川崎バイクでした。ありがとうございました。